はい、お疲れ様です。お疲れ様です。岡田さん、お場所に来ております。はい。岡田さん、すでにいろいろ商品取り扱いさせていただいておりまして、トイレマットが有名なメーカーさんですね。結構長いことやらせていただいてます。ちょっとこのようなテーマ、保冷バッグのテーマのディスプレイがあり、はい。で、いいなと思ったのが、このキッチンの、ここに取り付けられるってですね。トイレだけじゃないんだね、はい、三角コーナーは絶対嫌なんで、うん、嫌な派なんで。そうですか、はい、これいいと思いました。で、いろいろお話聞いて、はい、やっぱり岡田さんといえば、はい、トイレの、グッズだと思うんで、すごくいいなって思った商品がこちらなんです、はい。上のものがトイレのマットですね、はい。でトイレのマットがこれがまず素材が PVC という素材、はい、いわゆる水を弾く素材なんで、はい、まあ、ちょっと言い方あれですけど、はい、飛び散っても、はい、拭けば OK みたいなことなんですよね。なるほどなるほど、はい、それがやっぱりすごくいい、はい。そして先ほどちょっとお話を聞いたところ、はいはい、ちょっとカタログをお見せします、はい、するとここのピタッて書いてあるところですね、はい。このように便器の縁の周りのところに立体型になって汚れを防いでくれると。これめちゃめちゃ機能的でしょ。あ、それで溝が入ってるんですね、これ。そうですね。なんで本当に掃除がめちゃめちゃ楽になるっていう。拭けるって書いてありますよ。そうそう、これ日本語で書いた方が分かりやすいんじゃないでしょうか。確かにそれか。そこが見舞いされてもちょっとおしゃれにしちゃう。おしゃれ。岡田さんといえば、あの貼るタイプのこの、はい、トイレのカバーですね、はいはいはい。それもあのかなり、いいアイテムなんですが、はい、今回新商品で出てるのはこの6色らしいんですね、はい。それがこの、はい、カバー、レンザーシートと、色を合わせているので、なるほど。すでにこっち持っている方は、はい、こっちを買えば色も合わせられると。なるほど、はい。このあれですね、6色展開は形が3種類あるんですか。1,2,3 みたいな、はい。個人的に僕これもすごくいいなと思って、はいはいはい、あの奥の方までちゃんと入るっていうことですね。あ、なるほどなるほど。それは本当深いんだね、はい。横に飛び散っても大丈夫っていう、ね。うん、ごめん今のね、大丈夫入ってなかった、もう一回やって、はい。横に飛び散っても大丈夫。カットできないですけど、うん、はい。すごく見かけだけじゃなくて機能的にもちゃんと考えられていて、はい、さすがあの機能的にも素晴らしいなっていうふうに思いました。そうですね、はい。岡田さんのカタログですね、新しいのでいただきましたんで、はい、ぜひじっくりちょっと見て新しい商品入れていければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、